クなどの詰め物を入れ調理する場合もある。簡単な料理であるため、キャンプでよく食べられている。英語の発音上は、無声音 K の後の過去分子のマイナスエッドのため、ベークとポテトと書く方が近い。イギリスでは、皮がついたままのベークドポテトをジャケットを着ていると、みなして、ジャケットポテトと呼ぶことがある。 キングエドワードのような断尺種が大きさや硬さ型品種よりも調理に適している。ジャガイモは大流式オーブン、バーベキューグリル、あるいは焚き火で焼く。大量のジャガイモを焼いて保温するための特別に設計したオーブンを使用するレストランもある。ジャガイモの表面は調理の前にこすり洗いして目と表面の傷んだ部分を削り、さらに油、または バターと塩をまぶすことがある。丸ごと焼く場合、調理時間は通常のオーブンで1から2時間かかる。串型形やスティック状などに切り分けてから焼く場合は、オーブンで15分から20分程度である。オーブンでの調理時にアルミホイルで包むことにより、水分を止めることができるが、包まない場合は表面をカリカリにできる。 バーベキューの焚き火や炭火で調理するときはホイルで包んで焦げを防ぐ。炭火の中でのジャガイモ自家焼きは表面が焦げて食べられないが中はうまく焼ける。内部の温度が摂氏99度に達し串が容易に中まで刺されば食べることができる。電子レンジでベークトポテト風に蒸すこともある。焼けないので表面は通常カリカリにならないが 出力とジャガイモの大きさにより6から12分程度加熱する。ジャガイモをフォーク、またはナイフで刺して、調理中の蒸気を逃がすようにする。ジャガイモの表面に穴を開けずに、電子レンジで調理すると、発生する蒸気の内圧で爆発することがある。焼き上がった後の食べ方では、切り目を入れ皮を剥いて、中の柔らかく水分のある部分だけを食べる人もいるが、 皮ごとカリカリの味と食感を楽しむ人もいる。栄養の点では、ビタミン、ミネラル、及び、微量元素の大部分は皮及び皮の近くに、含まれている。ジャガイモを焼くと、長い、焼き時間に成分が壊れ続けるため、ビタミン C の20から40%が損なわれる。小さなジャガイモを短時間で調理した場合、大きなものよりも多くのビタミン C が止まる。 ジャガイモを食べると太るとの誤解があるが、ベイクドポテトは健康的なダイエットで使用される。レストランでステーキなどのサイドオーダーとして出される。焼いたジャガイモの中をくり抜いて皮を容器として、残し調理することがある。中身にチーズ、バター、クリームや、ベーコンビッツなどの様々な食材を混ぜ、皮の容器に戻して、オーブンで再加熱する。米国では、ローデッドポテトスキン。 フィルドポテト、トワイスベークドポテトとして知られる。イギリスでは、ジャケットポテトと呼び、米国よりも様々な種類の食材を混ぜる。ベークドビーンズ、カレー味の鶏肉、ツナ、車エビのフィリングが人気で、スコットランドではハギスを使用することもある。ベークドポテトは、多くのレストランで、バター、サワークリーム、チャイブ、刻みチーズ、ベーコンビッツなどを添えて供される。 添え物は通常別料金で好みに応じて注文する。調理前に油と塩をまぶすことで皮をよりカリカリにする。スパドのベークドポテトは副菜なしの食事に十分な大きさである。ノーザンパシフィック鉄道では有名なベークドポテトが販売されている。グレートビッグベークドポテトの歌はこの料理を歌ったものであるイギリスではベークドポテトは ジャケットポテトと呼ばれることがある。ベイクドポテトはイギリスで長年親しまれている。19世紀中頃、秋か冬にかけて行商人が路上でジャケットポテトを販売していた。ロンドンでは毎日数十トンのベイクドポテトがこの方法で販売されたと推定されている。イギリスで人気のジャケットポテトのフィリングはチーズビーンズ、ツナマヨネーズ、チリコンカーン。 チキンベーコンである。ガイフォークスナイトは、かがり火の残り火で焼いた、ベークドポテトを食べる伝統があった。しかしながら、この風習はもはや一般的でなくなり一年中、食べられるようになった。健康的ファストフードの一つとして、ベークドポテトは、イギリスの軽食やレストランの食事として、再び人気となった。様々なフィリング入りのベークドポテト、クンピルは、 トルコで人気のファストフードである。基本的に、ジャガイモをホイルで包んで特別なオーブンで焼いて作る。ジャガイモは中身を澄まし、バター、ピュレ、カセリチーズと混ぜる。これ以外にも様々な食材、マヨネーズ、ケチャップ、ピクルス、スイートコーン、薄切りソーセージ、ニンジン、マッシュルーム、ロシア風サラダが加えられる。 イスタンブール、オルタキョイのカフェで作るクンピルは、さらに多くの食材が使われ、特に観光客に人気がある。様々なフィリング入りのベークドポテトは、伝統的なロシア料理とみなされないが、ファストフードとして人気を集めている。スウェーデンでは、ジャガイモに多くの切り込みを入れて作ったハッセルバッグポテトが、食されている。ありがとうございます。